尾野り三3月15日から2001年は、大日本帝国海軍の軍人、艦幕、戦闘機搭乗員。総連23機。最終階級は中尉。終戦までの総撃追数は8機。工藤重利上必須と並び夜の王者と称された。大分県出身。父も、軍人で、日露戦争に従軍し、禁止勲章を授与された。1 9 3二年。 海兵団に入団、機関兵として、大村海軍航空隊勤務中、操縦員を死亡し1933年9月、操縦練習生となる。翌年4月に家庭を終了し、干爆操縦員の二等航空兵として大村空に、配属。龍城、加賀飛行機隊霞ヶ浦海軍航空隊を経て、日中戦争勃発後の1937年8月、加賀に、 艦爆要員として、配属、96式艦上爆撃機を操縦し、火中、河南への爆撃任務に従事。1938年4月13日、白雲飛行場空爆に第一攻撃隊、第二中隊第三小隊長期操縦員として参加。中国空軍のグロスターグラディエーター18機と、抗戦1機を撃墜したとされるが、戦闘商法には撃墜報告はない。 同年、第15航空隊に配属される。7月18日、南昌西雲府飛行場攻撃において、小川昌一中尉、浜野上勝男さん空想、徳永雄二空想ら3機と強行着陸し、残存飛行機5機を焼き打ち。帰還後、三木森彦大佐からは称賛されたが、松本昌佐は独断先行とみなして、小川中尉を出席し、 また、尾野を軍法会議にかけようとしていた。尾野は、浜の上山空想を通じて、松本少佐が戦闘当時、爆弾の発射和柄と間違えて、浮き広し装置の和柄を引いて被弾したと思い込み、爆弾を放棄して急いで帰還していたという弱みを握っており、いつでも軍法会議に行こうと張り切っていた。しかし、死な方面艦隊司令長官、大川小四郎中将より感情を得。 また三坊長、草勝富一少将から銀製の干幕の模型を送られると、軍法会議の話は立ち消えとなった。また、この出来事は国内で大きく報道され、藤田次虫の絵の題材にもなった。また、この攻撃で2機を撃墜している。1940年9月初旬頃、宇佐海軍航空隊第一分隊の専人教員となる。 1942年2月、横須賀海軍航空隊に転属。4月、ラバウルの体内海軍航空隊に転属し、各地の偵察に当たる。11月、本土に帰還したが、第251海軍航空隊への改編後の1943年5月14日、ラバウルに再進出。同部隊に新たに導入された、月光搭乗員となる。 機長の浜の気作中尉とペアを組んで爆撃機を撃墜し、武功を重ねていく。1943年6月5日、B-242 機を撃墜。これが初戦火となる。10日午前4時ごろ、爆撃機は高度を失い、暗闇に消えた。8分後、斧はさらにもう1機の右翼に銃撃を加え、発火させた。 この戦闘で2機を撃墜したと認定されたが、米軍側の記録では、通信士1名が負傷したのみで機体の損失はない。7月17日午前3時47分頃、カーニー飛行場海軍航空隊、第102中隊所属の PB4Y-1、リベレーター31952号を撃墜。1944年1月、厚木空に戻り、同年4月、 第322海軍航空隊の戦闘台804飛行隊に転ずる。5月、勝位。10月、第141海軍航空隊に編入されたためフィリピンに進出。ニコラス基地からレーペの夜間爆撃に従事。敵戦闘機の迎撃を受け、147発の銃弾を受けながら帰還した。同年末、本土に帰還、以降大村で本土防空に従事し、 B-29 一機を撃墜した。合法、老練な操縦員として知られた。ありがとうございます。